割と、まあ、これは今の仕事をや、今の仕事っていうのは、えっと、いわゆる所長の話に、ね、支援センター所長という、まあ、仕事をしているとですね、こう、まあ、業者さんとのお付き合いも正直あるんですよ。ただ、その業者さんとの、こう、癒着みたいなものがあるかと言われたときに、これはないって断言ができますね。 で、このないって断言できるのはどうしてかというと、ある仕事をある業者さんに依頼するとき、それを決めるのは僕ではないからなんですよ。つまり、あの、まあ、僕ではないっていうか、まあ、形式的には最終的には僕が決めるんでしょうけれど、基本的には支援センターにある運営委員会っていう会議体があって、そこに対して僕から提案をして、そこにいる運営員の皆さんで、 まあ検討してもらって議論してもらってそれでいいですかいや,いやいやこっちにしましょうみたいな感じになっていくんですよですから基本的にその運営委員会で決めているのであって僕が個人で決めてるのではないだからそういう意味でまあ癒着できない仕組みになってるっていうのかないうことだと思うんですよある,いある業務が発生した時にそれを ある会社に頼もうとするときってのは、普通は、その会社にいきなり頼むって決めて、あの頼もうと、なんていうのかな、心の中で決めて、仮に僕は心の中で決めて、この会社に頼みたいと思いますけど、いいですかっていう提案ではなく、普通は、ある業務を行うのに、いくらかかりますかっていう見積もりを、複数の業者から取るんですよ。で、複数の業者から出てきた見積もりを全部提示して、この中から選んでくださいっていうやり方をするのよ。 だから仮によ。仮に僕の中で A、B、C とかいう3つの会社の中で B っていう会社に頼みたいと。B っていう会社にめっちゃ仲のいい人がおるから B っていう会社に頼みたいと思っても B の会社の出してきた見積もり額が A とか C に比べて高かったとする。そうすると B は選ばれずに A か C になったりするわけですよね。仕組みとして。だからまあそういう意味でまあ僕の立場は そういう所長という責任者の立場であるけれど、そういう外の業者の皆さんと癒着することができにくい仕組みにはなってるんですよ。で、ただ、 まあそういう業者の皆さんから挨拶に来ることがあって、まあそういう時って普通はこうなんか名刺交換みたいなものをして、でなんかよろしくお願いしますみたいな。あるけれど、まあそれでもこちらから必要な時にはきついこと言いますよ。そのきついことっていうか、こうもう少し勉強してくださいとかね。あるいはここはこういう風に改善してくださいみたいなことを言ったりする感じなんですよ。 で、そういう時に、そういう業者の皆さんが、何かある、いらっしゃる時にね、普通は手ぶらで来るんですよ。普通は手ぶらで来るっていうか、その、例えば菓子折り的なものとか持ってこないんですよ。持ってこないっていう、なんか偉そうに言い方だな。そういうことではないんですよ。だからそういうのをいただいちゃうとかえって、その癒、癒着感、輸着感輸着感が出ちゃうと思うんで、そういうのは基本的にはないんですよ。 そういう業者の皆さんからいただくことがあるとしたらカレンダーですね。カレンダーとかはすごいいただくんだけど、カレンダーをもらったから、この会社にしようには多分ならないので、あの、そこはまあ、あれかな、その年末のご挨拶みたいな時に、まあ、カレンダー作ったのでよろしければお使いくださいとか言って、あの、カレンダーね、本当にたくさんいただく、まあ、僕が個人でいただくっていうよりは、このセンターとしていただくんでも、これ他の部活室もそうなんですけど、カレンダーがね、山積みになるんですよ。 だから、その、その、そこの部下室にいる方が、まあ、よろしければ持ち帰りくださいみたいな感じで、個人で持ち帰ったりすることが結構あったりするんですけどね。まあ、そういう、業者さんから何かをいただくことはないんですよ。ただ、今、僕が支援センター所長ではなくて、一大学教員としてお付き合いにある業者さんというか、まあ、会社っていうのかながいくつかあって、まあ、そのうちの、 一つの、まあ、業種は出版社さんなんですよね。出版社の皆さんと、まあ、例えば僕が本、あの、はしびろさんの本とかね、出したあの出版社さんとかありますし、教科書書,書かしてもらった教科書もあります、あの出版社もありますけれども、そういう出版社の方が大学にいらっしゃって、 ここととがああるるるいらっっしゃったりすすもあるんですよねその、まあ、打ち合わせであったりとかその何本の打ち合わせであったりとかこの先これをえっ、ー、と開版するちょっと中身書き直したりして新しく新しいバージョンにするみたいなね打ち合わせとかしたりすることがあるんですけれどもこの間のこれ言ったよね言ってなかったらちょっと変な感じないかまあいいかこの間学長からあるお仕事を振られた っていうう話をしたと思うんですけどまあそれについてここで詳しく言うのはちょっと違うんですけどもでもそのお話を、えー、そのまああるお仕事を受けることになってお受けすることになってその業者さんっていうかその会社の方がこの間大学にわざわざ足運んでくださってまあ打ち合わせというかまあ打ち合わせをしたんですよでそういう時にまあ特に今回その会社の方とは 初対面だったので、まあ、初めての時に何か、お宮っていうのお宮ってさ、これ、あれかなあのー、日本テレビでやっているあるバラエティ番組で、レストランに芸能人がみんなで食べに行って、そこでメニューを値段見ずに注文して、そのお店のお土産を、 お土産の値段も当てるみたいなゲームでお土産のことをお土産って言ってるのがあれなのかなお土産って一般的な日本語なのかなわかんないけど。まあ何かそういう個人としてお付き合いのあるお付き合いが始まる会社さんとか業者さんが大学に訪ねて来られるときに何かお土産をいただくことってのはあるんですよ。で、個人的にはそれがなかったとしても別にそこで全然気にならないというか、あの、 <laughs> こいつ手ぶらできやがったなとか思わないわけですよ。むしろわざわざありがとうございますみたいな感じで、いや、そんな気使わんでい,いいのにみたいな感じなんですよ。で、昨日、その、新しく、まあ、お付き合いさせていただくね、ある、まあ、まあ、ある、ある業界の方がいらっしゃったんですよ。で、よろしければって言っていただいたんですけども、いただいたものがですね、<laughs> 嘘やんみたいな。嘘やんみたいな。要するに、普通さ、いや、あの、普通、なんだろうな、この、いただく側がこういうこと言うのはいやらしいんだけど、普通いただくものって、例えばさ、なんだろうな、クッキーのセットとか、なんかマドレーヌみたいなやつとか、まあ、なんていうの、あの、あられっていうの、おせめのちっちゃいやつみたいな、のセットみたいな感じの、まあ、ちょっとしたお菓子なんですよ。 いちご牛乳って <laughs>、いや、要するに、いや、これ多分さ、多分さ、あのー、なんていうのかな。何かお土産持ってこう。きっといちご牛乳だなってさ、ならんやん。つまり、僕のことをある程度調べてこないと、そうはならんやん。いちご牛乳ってさ、なんていうのかな。特に、 大学教員で、まあ、ある程度の年齢、まあ僕がある程度年齢いってるっていうあれになるかわかんないけど、ある程度の年齢がいっている人に対して、いちご牛乳を送ろう、プレゼントしよう、お土産として持ってこうっていう発想にならないじゃん。なるわけがないじゃない。だからこれは出てきた時にね、すげえびっくりした。すげえびっくりした。 いやー、インターネットの世界ですかね。まあ、いろんなところに今書いてますからね。いちご牛乳好きっての書いてますんで、それをご覧いただいて、多分、あの、チェックされたのか分かりませんけれど、見かけて、あ、これにしようと思ってですね、買ってきてくださったと思うんですけれども、これしかもあれやね。これ、知らないわ、この、このパッケージ。パッケージが変わったのかないや、だから、あの、あれですよ。それこそ、あの、いちごものの、 商品の、いちごものの飲み物、食べ物ばっかりあげてるインスタに載せますけれども、これいただきまして、今日ちょっと自宅仕事を見たんでね、これをいただきながら、いろんなことを頑張ろうかなと思いました。ほんじゃまた。